風宮城県の古川大会、実力者同士の対決を迎えます。名イベントです。ジャンボ鶴田対テリー・ゴーディの一騎打ち。おそらく日米の対決だけにすごい試合になることと思います。日本アメリカのメンツをかけまして、共に負けられない勝負です。まずフリーバーズのツアーのテリー・ゴーディの入場。非常に大きい選手、140キロ195センチであります。日本には2回目の来日、そしてうなるような左のラリアットも見せてくれました。勝負を終えましたマイケル・ヘイズンパートナー、2人がかりザ・フリーバーズでの入場であります。今夜の相手、ジャンボ鶴田のバックドロップに匹敵するような殺人技、脳天逆落としを持っておりますテリー・ゴーディ。22歳の若さと馬力、今やプロレス王国ダラステキサスの看板に成長したテリー・ゴーディです。堂々の入場、ザ・フリーバーズ2人がかりで入場してまいりました。勝負を割っております。マイケル・ヘイズがリングサイド、正常期を振り回します。派手なデモンストレーション。ダラステキサスのリング上ではこの入場でもう若いお客さんが狂喜乱舞いたします。テリー・ゴーディの入場に続いては日本が誇りますジャンボ鶴田の入場。鶴田にしても絶対に負けられない好一番、初顔合わせ、日米トップレスラーの対決。さあジャンボ鶴田、どういう表情でリングに登場してまいりますか。59年度も非常に体格良いスタートを切りましたジャンボ鶴田、自ら 100% 防衛と言ってのけました。あの室蘭大会のスティーブ・オルソロスキーとのインターヘビー級の防衛戦、まさに王者の貫禄という感じがあります。ジャンボ鶴田入場してまいりました。 AWA の新星スティーブ・オルソノスキーを力と技でねじ伏せました。さあ今夜のジャンボ鶴田はどうでしょうか。アメリカの実力者テリー・ゴーディとの一番です。試合に先立ちまして、日本テレビより両選手ゆるくりに花束の贈呈でございます。試合に先立ちまして、日本テレビから両選手に花束が贈られます。王者ジャンボ鶴田、そしてテリー・ゴーディにも花束が贈られました。シングルマッチではありますが、アメリカ側はザ・フィーバーズで入場。両選手の紹介、本日のメインイベント60分一本勝負を行います。青コーナー300ポンドテリー・ゴーディ、大型デンジャラスボーイザ・フィーバーズの実力者テリー・ゴーディ。インターナショナルヘビー級王者、2回目の防衛戦はパーフェクトでした。ジャンボ鶴田、さあ仙台からおよそ1時間のところにあります米どころであります古川市、そのリング上古川市総合体育館、いよいよ名イベント60分の一本勝負で試合は行われます。山田さん、いよいよまあ日米の対決になりましたけれども、この新春シリーズの好取り組みの一つと言っていいですね。そうですね、大変に息のいい選手同士の対決、はい、まあもう今のアメリカマット界、特に中部テキサスですね、ここら辺りでこのテリー・ゴーディは大変に売れてるわけですね。でしかもただ単に人気があるということだけではなくて、先ほどのお話にあったようにデンジャラスボーイ、大変に危険な男という異名を取ってます。それだけにね、これはもう鶴田選手も絶対に油断せず、もう堂々とですね、ガチンと受けて立つべきでしょうね。そうですね、マイケル・ヘイズの存在をちょっと気にしておりますジャンボ鶴田、正常期がまだゆらゆらと揺れています。今やっとエプロンに立ちました。今夜はシングルマッチ、テリー・ゴディ対ジャンボ鶴田の一騎打ちであります。アメリカの84年の顔、これがテリー・ゴーディ、そして日本マット界の筆頭でありますジャンボ鶴田。ジャンボ鶴田のバックドロップに対しまして、このテリー・ゴーディはあの脳天逆落としを持っています。まあいわばこの2つのしぶきを持っている両者の戦いなんですけれども、プロレスの原点に立った時点での対決と、こういうふうに言えますね。そうですね、やはりお互いにね、まあ一番そのレスラーで使いにくい頭と首、それ脳天とですね、首を攻める技、
これは大変に力強いしぶきですね。そうですね、まあ、これをどっちが先手を取って出すか、どういうタイミングで出すか、その辺ですね。まあ、あのご覧のように体格的にもですね、身長はやや鶴田選手の方が勝り、それで体の横幅体重ではテリー・ゴールディが勝るということですね。お互いに遜色がないという対決になりました。両選手の体格比較を改めてお伝えしますと、ジャンボ鶴田が197センチの115キロ、テリー・ゴーディ195センチ140キロ、身長差ではジャンボ鶴田が2センチ上回ります。体重では25キロテリー・ゴーディが上回ります。大変にねテリー・ゴーディの方はあの胸板も厚いですし、体の横幅もあっていかにもタフそうですね、はい、しかも年齢的には大変に若くて馬力もある。ただ私考えるのにスピードの面では鶴田選手の方がかなり勝ってると思いますね、はい。まあ、このテリー・ゴーディは2回目の来日で本当の実力を発揮してくれました。かつてはアトランタオムニでジャイアント馬場選手の PWF に挑戦して完敗、それからテリーファンク引退試合ではテリーにローリングクラッチホールドを決められて完敗。しかしまああの初来日のいや、北海道でやった対戦、石川に豪快に脳天空打ちを決めた勝負、それから突然出した左からのラリアット、本当に驚くべき強打を持ってますね。なんといってもね、とにかく体がありますからね、はい、一発大技を出してくるとそれがそのままね致命傷ということになりますからね、今夜はノンタイトル戦ですけれども、控え室ではジャンボ鶴田のインターナショナルヘビー級のベルトかなり意識しておりましたテリー・ゴーディ、私もあのドレッシングルームまで行ってちょっとインタビューをしたんですが、大変に張り切ってますね。そうですね、さあダブルアームスープレックスの体勢に持っていこうとするジャンボ鶴田であります。まあ、鶴田選手はスティーブ・オルソノスキーとのインターナショナルヘビー級の防衛戦、実に見事な防衛を見せました。まさにこの AWA の新しい刺客を、ねじ伏せたわけであります。あの時見せましたルーテーズ張りのバックドロップですけれども、山田さん、いわゆるこのジャンボ鶴田、アマチュアレスリングの経験があるんですが、アマチュアレスリングの裏投げの流れを組みますこのバックドロップ、この必殺技なんですけれども、レスリングという競技が誕生して以来の、まあ、最高の必殺技、殺し技というふうに見ていいんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、あのこれは今更言うまでもなく、鉄筋ルテイズのですね、まあ、バックドロップ、はい、これはまあグレコローマンのレスリングからの流れだと、まあ、俗にあの裏投げとかいぞりとか言われてますけれどもね、大変に効果のある技、本当にまあこういった技を一発筆頭の技というふうに言うんでしょうね。そうですね、昨今のまあ現代プロレスではいわゆる殺し技というのはジャーマンスープレックスとの比較を、ファンの皆様はよく話をされるわけですけれども、相手の後頭部を強打する技ではバックドロップの方が断然上というふうに見てますが、いかがですか。そうですね、あの投げる距離もですねその短いし、電光石火の早技にいけるわけですね、はい、でしかもあの叩きつける角度によっては大変に危険だということですね。そうですね、まあ、あのスティーブ・オルソノスキーとの一戦では、まあ、100% に近いこのバックドロップを完成させたジャンボ鶴田ですが、控え室に戻りましてからは非常にこの鶴田らしいんですけれども、まだまだバックドロップは 100% 満足いってませんとはっきり言っておりまして、これからがこれからの練習次第ですというふうに語ってますね鶴田は。はい、あのバックドロップというのはですね大変にあの難しい技でしてね、例えば今日の相手のテリー・ゴーディ、こういうふうにですね大変に胴の太いしかも体の重い選手をどういうふうなタイミングで、はい、どういう角度で投げるか、これね投げようと思ってできるもんじゃないんですね、はい、ですから相手が仕掛けてきた技の間隙をついてその投げ返すというそのタイミングの掴み方、難しいですね。そうですね、そのバックドロップをさらに磨きをかけようとする、今その途上にありますインターナショナルヘビー級王者のジャンボ鶴田であります。さあ相手を威嚇します。140キロを持ち上げて抱え投げボディースラム、まずは序盤戦のペース争いということになりました。テリー・ゴーディも負けておりません。さあ脳天食い打ち、ここから肩から落としますと逆落としになりますが、これは強烈、いやーすごい
すごいですね。今ね、鶴田選手の頭がね、完全に股上で弾むような感じになりましたね、はい、弾みましたね、もうちょっと角度は違いますけれども、いわゆるツームストンのパイルドライバー、脳天逆落としがあります。今度はネックブリーカードラップ、相手の体を右の腕一本でねじ曲げて落としました。いやー、すごい武器を持っております、テリー・ゴーディーです。あの、見かけによらずという言葉ありますけどね、はい、この選手は大変にあの体つきからは想像もできないような技を出してきますね。そうですね、豪快な技を展開してまいりましたテリー・ゴーディー。今夜はこのインターヘビーのベルトはかかってませんですけれども、山さん、今後怖い存在になりますね。はい、今ね、テリー・ゴーディー選手は大変にあの上り調子にあるわけですね。ですからどん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 一日一日力をつけていくという感じですから、これはもう近い将来大変に怖い存在ですね。そうですね、まあ、スティーブ・オルソノスキーを59年度初めての防衛戦で 100% やっつけましたジャンボ鶴田、着々とインターヘビー級のベルトの価値を高める、いわゆる実績作りに指導しているジャンボ鶴田であります。山さん、あの過去の王者力道山がそうでありました、それからジャイアント馬場がそうであったように、世界チャンピオンからですね、日本の伝統、日本の宝、インターヘビー級に挑戦を仕掛けられるような今後存在になってもらいたいですね。そうですね、そのためにはですね、やはりあの鶴田選手がどんどん強敵のチャレンジャーを迎えて、はい、それをパーフェクトに防衛していくという実績ですね、はい、おっと右のラリアットが出ました。分かりました。一発で相手をマット上に倒します。これが怖い、このラリアットを打つというような噂はテリー・ゴーディーになかったんですけれども、ちょっと怖いですね。今のはね、ロープのリバウンドを利用して非常にショートレンジでしたけど、ね、はい、かなりの勢いで決まってますね。山田さん、あのスタンハンセンの殿下の宝刀と比べてどうですか。これはね、ちょっとまだな、比較するにはですね、数を見てないのではっきり分かりませんけれども、今のようなショートレンジでしたら、はい、さほどダメージはないと思いますけど、なるほどね、これはね、どうでしょう、はっきりね意識して出してきた場合に体があるだけに怖いでしょうね。今度は相手を眠らせます、裸締めスリーパーホールド。あのスタンハンセンのラリアットは一発必中、相手を完全に一発で倒す技ですけれども、そうです、ね、このテリー・ゴーディーのラリアットというのは流れの一端として打つわけですね、はい、まだあの痛め技の段階ですね。そうですね、さあ相手は強いぞジャンボ鶴田、果たしてこの140キロルーテーズ張りの得意のバックドロップで切って取ることができるでありましょうか。着々とそのバックドロップに磨きをかけておりますジャンボ鶴田です。さあ力で持ち上げて、これはパイルドライバー、パイルドライバーの形に入りました。もう一種類、もう肩と首が同時に落っこちるような脳天逆落としがあります。あの石川貴選手が一瞬脳震盪を起こしましたからね。いやー、もう脳震盪ぐらいでね、済めばあの本当に広いもんでね、あの大怪我は免れないですね、はい、鶴田の表情もだんだん険しくなってまいりました。強敵を迎えております。今夜のシングルマッチ、こういう若い力、テリー・ゴーディーのような若い力、アメリカの若い馬力をも実績作りのためには撃破していかなくてはなりません。そのジャンボ鶴田であります。テリー・ゴーディーのですね、あのツームストーンパイルドライバーというのは、ね、あのかなり古くから使われている技なんですね、はい、ただね、あの非常に危険だということで一部の州では禁止をして、まあ、一種の乙女技になっているわけですね、まあ、そういったものを復活させて使っているという非常に危険なところがありますし、まあ、なかなかね、あの大きな体に似合う技が多様ですね。やっとの思いでキャメルクラッチが解かれました。さあ鶴田タジタジ、完全にジャンボ鶴田が押されてますね。今のところはやられてますね、はい、さあ今度はロープにリバウンドを利用してのおっとキックを打ちます。テリー・ゴーディーです、顔面に命中。さあ鶴田がちょっと足が止まりました、危ないぞ。今度はずっとブレンバスターか、思い切ってブレンバスター、ブレンバスター対空時間を長くしてバチンと落とします。すごい勢いだ、鶴田の顔面が変わってまいりました。苦しくなりました鶴田を追い込まれました。インターナショナルヘビー級王者のジャンボ鶴田、実績作りのためにもアメリカの若手、絶対にテリー・ゴーディーには負けられない一戦であります。しかしパワフルな攻撃、テリー・ゴーディー、今後インターナショナルヘビー級の王座ベルトを狙ってくる逸材、そのテリー・ゴーディーであります。山さん、ジャンボ鶴田はインターナショナルヘビー級のベルトの価値をさらにですね
高めるためにいろんな好敵手と対戦しなくてはならないんですけれども、その世界の挑戦、まずは AWA のニック・ボック・ウンクルへの挑戦もほぼ決定しておりますが、そのインターヘビー級の価値を高める実績作りのその世界へのベルトの挑戦も一過程に過ぎないわけですよね。そうですね、まあ、もう先ほど来申し上げているように本当にまだまだね、鶴田選手は多くの強敵と戦って、はい、その防衛記録を伸ばしていかないかもですね、はい、そうですね。さあ勝負の流れはどこで変わりますか。一方的に鶴田がやられています。非常に怖い存在のテリー・ゴーディ、この力強い太い腕から繰り出すパワフルな攻撃、本部席の方にやってまいりました。古川市総合体育館のリングサイド、お客様がぐーっと後ろの方に逃げます。なかなかスポーツ熱の盛んなこの仙台のほど近い古川、男子バレーボールの全日本の選抜に選ばれておりますあの祖父講師選手は地元古川工業高校の出身だそうであります。スポーツ熱も非常に盛んな宮城県の古川市、今夜のリング上は古川市総合体育館。さ あ右のラリアット奥を切った、さあ釣れたがバーッとものすごい勢いでショートレンジからの2パットを合わせました。ジャンピング2パットで活路を開くか、ダブルチョップ、さあ力強い攻撃が出てきた、ロープに追い込んだ、思い切って飛んで飛んでドロップキック、ドロップキックを打ちまくる鶴田、やっと躍動し始めました。そしてルーテズマリのバックドロップ、手を立った離しません。さあバックドロップいくかどうか、バックドロップに磨きをかけておりますが反対にバックドロップで返された、痛烈岩石落とし、痛烈です。鶴田ちょっと息が乱れます、呼吸が乱れております。ジャンボ鶴田、ね、テリーゴーディ、はい、鶴田選手があのバックドロップやろうと思った時に、テリーゴーディロープを掴みましたね。そうですね、もう一回行くか、鶴田踏ん張るか、両足をキャンバスにぴったりと引っ付けて、今度はヘッドロックで相手に揺さぶりをかけておりますが、右手が回った右手が回ってるが、今度は反対にとってバックドロップいった、ルーテズマイのバックドロップ。さあここであっと手をつる体勢にはいけません。140キロ投げるには投げたんですが、得意の手をつでのピンポールの体勢にはいきません。エプロンサイドでした。いつの間にかね、あのマイケル・ヘイズがリングサイドに戻ってきてますね。あ、そうですね、ちょっと指示を与えてるみたいですね。なるほど、マイケル・ヘイズの指示通りに動きますこのテリー・ゴーディです。さあしかし動きが活発になってまいりました。ジャンボ鶴田思い切っていくか、もう一回リングの中央でバックドロップ仕掛けた、脳天から落っこした、しかしマイケル・ヘイズが椅子を投げ込んだ、手厚の体勢にはいけません。ザ・フィーバーズの片割れパートナーマイケル・ヘイズが椅子を手に持って隠し持っておりましたが、椅子を持ってジャンボ鶴田めがけまして投げかけました。そして今度はマイケル・ヘイズが相手、来週の後楽園大会ではジャンボ鶴田ジャイアント馬場組インターヘビー級の、いやインターナショナルタッグのベルトをかけての対戦、そのザ・フリーバーズ2人がかりで攻撃、相手は1人ジャンボ鶴田出ます。あーっとうまい呼吸です。完全にジャンボ鶴田の、前頭部を椅子が捉えました。さあ判定はどうなるんでありましょうか、判定はどうでしょうか。いつの間にかマイケル・ハイズがエプロンの下におりまして、出るところをリング上に踊り出るところを待っておりました。鶴田が相手が2人ではちょっと叶えません。あ、鶴田の額が切れましたね。あ、椅子でやられたんですね。椅子でやられたんですね。ちょうどね、弾みがついてるところはね、はい、カウンターになりましたからね、勢いで弾けましたかね。ルーテズバリのバックドロップで相手を切って取ったまでは良かったんですけれども、その瞬間マイケル・ヘイズの手から椅子が投げ込まれまして、これが眉間のあたりを捉えました。さあ今度は天竜が飛び込んでまいりました。さあ元気いっぱいの天竜、やるならやってみろ、やるならやってみろと言わんばかり、マイケル・ヘイズを捉えた、テリー・ゴーディを捉えた、ジャンボ・鶴田はリング上で額から血を流しまして、まだダウンであります。天竜が今度は2人がかりに捉えられる、サンドイッチ状態にされました天竜。ジャンボ鶴田がちょっとやられております。クロスライン、ザ・スリーバーズもうめっちゃ打ち、そしていつの間にかグレート歌舞伎登場。さあテキサスザラスのマット状のような展開になってまいりました。トバットを見せます、歌舞伎蹴りを見せます、歌舞伎蹴りでヘイズを倒した、テリー・ゴーディを場外に送り出した、そしてヌンチャク、相手を威嚇する、ヌンチャクで相手を威嚇であります。リング上非常に華やかになってまいりました。
ジャンボ鶴田も最後にうまくバックドロップを仕掛けたんでありますが、結局はマイケル・ヘイズが投げ込んだ椅子、これが前頭部に強打、血を流して結局は反則、鶴田が反則勝ちを拾ってはおりますけれども、ピンポール勝ちはなりませんでした。日本での人気も急上昇、強力タッグチームフリーバーグが来週馬場鶴田のインタータッグ王座に挑戦。さあ指示を出します、マイケル・ヘイズ、ブルドッキングヘッドロック。さあザ・フリーバーの2人を相手にする鶴田、おっとおっとサンドイッチされた、危ないぞ、危ない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 ぞ、これも危ない、あーっといった、パワースピードコンビネーション3拍子揃ったフリーバーズがどんなファイトを見せるか、どうぞご注目ください。そして再来週東村山でフリーバーズは鶴田歌舞伎強力コンビと対決です。大詰めの84年新春ジャイアントシリーズ、ご期待ください。84年新春ジャイアントシリーズ、今晩6時から相模原、そして明日1月22日東村山市民スポーツセンターではフリーバーズが鶴田ザ・グレート歌舞伎強力コンビと激突、そしてジプシー・ジョー・鶴見が払いの上のアジアタッグ王座に挑戦です。来週は注目のインタータッグ選手権です。息の合ったタッグチーム、テリー・ゴーディ・マイケル・ヘイズ・ザ・フリーバーズが馬場鶴田に挑戦。天竜は因縁の相手、上田馬之助とシングルマッチで対決です。